こんにちは、ギタリストの栗田大輔です。今日はまたメロディックマイナーについてなんですけれども、ちょっと、今日は難しい内容なんですが、メロディックマイナーをね、最近レッスンでもいろいろ取り上げてると思うんですけれども、メジャースケールの時にやったように、またメロディックマイナーもですね、インターバルをつけて練習をしていこうかなと。今日はメロディックマイナーも以前やったメジャースケールでやったフォースっていうのは4度の4度飛ばしの練習をメロディックマイナーでもしてみようということで、今日はお送りしたいと思います。ちょっとメロディックマイナーっていうね、スケール自体がなかなか難しいスケールで馴染みがない方も多いと思いますので、今日はなかなか少し難しい目のレッスンになってしまうかと思うんですが、少しずつね、覚えていけばですね、必ずいつか役に立つフレーズになると思いますので、フレーズパターンになると思いますので、ぜひ参考にしていただけたらなと思うんですが、まずメロディックマイナーをもう一度おさらいしてみますけれども、じゃあ今日は C のメロディックマイナーで練習してみましょう。 C メジャースケールの3番目の音をフラットしたのが メロディックマイナーです。ですのでドレミファソラシドではなく、もちろんこれで前のメロディックマイナーのレッスンでやったように7ポジション全部弾けるようにしていきたいんですね。いろんなポジションで弾けるように、それが後々いろんなモードになってきますので、メロディックマイナーは、とても大事なんですが、じゃあこれを 4度飛ばしで弾いてみる。そうするとどうなるかと言いますと、4度でエクササイズね、メトロノームでやってみますか。8分音符でテンポ80で弾いてみますね。8分音符 3,4 ということになります。はい、今弾いてるスケールフォームは僕のね、一番最初のレッスンにやったんですけれども、バークリー式とロック式のスケールフォーム2つ覚えるのは大事だよって言ったのが、ベーシックの一番最初の第1回目のレッスンで、レッスンしたんですが、概要欄にもそちら載せてきますので、ぜひご覧になっていただきたいんですけれども、今やってるスケールのポジショニングとても大事です。パターンを弾くときにはやはりまずはこの一定の音数が各弦にあった方がパターンが作りやすいので、今は1弦3音ずつのパターン、1弦3音ずつ弾いてる C メロディックマイナーのパターンで、はい、6弦もやっていいですよ。で4度飛ばして弾いてる。必ず隣の弦に行きます。メジャースケールでやってる時よりも、複雑です。それはちょっと後々説明しますけども、まず、はい、これが8分音符で帰ります。はい、で下まで行きましょうね。一番低い音まで行っちゃいましょう。これが C のメロディックマイナーのここのポジションの4度飛ばしのフレーズで、これをですね、もちろん違うパターン2、これは何かと言いますと、前回の4度飛ばしやりましたけども、じゃあリズムを変えてみる。8分音符、じゃあ3連符、まあやりましたよね。3連符で弾いてみる。スケールですので見える方が多いですけれども、このメロディックマイナーを4度飛ばしで弾いてくださいって言われた時にですね、もう練習しないと絶対できないですよね。僕もそうだったんですけれども、もうこれはもう練習しないと弾けないと思いますので、覚えましょうね。これね、は
今メロディックマイナーの、4度飛ばしの3連符をやりました。で3連符8分音符と3連符、はい、もう一つ大事なパターンはメジャースケールの時にもやりましたジグザグですね、ジグザグ奏法。それは何かと言いますと、上がって次はこうじゃなくて、上がり続けるんじゃなくて次は反対にします。これがジグザグ奏法。コンテンポラリージャズっぽいフレージングになるんですよね。最初のパターンはこの4度で上がって、次の組み合わせは逆にするっていうことですね。こうじゃなくて、じゃなくてにしちゃうという、逆にしちゃうってこと。そうするとかなり複雑な響きになってきましたね。こんな感じ。ジグザグ奏法です。何かネーミングもつけたいところですけどね、何かいい案あれば教えていただきたいんですが、ジグザグダサいですよね。ジグザグがいいんでしょうか、これは。はい、でこれをまたさらに複雑にすると3連符にします。3連符にすると、ちょっとテンポ落としていいですか、早いと思うんです。75ぐらいで、3連符にするとどうなるかっていうと、1、2、3、4。ってなります。これが3連符。はい、ここまでコントロールできるようになるとかなり、フレージングが多彩になってくると思います。普通に3連符を、インプロの中に入れられるとだいぶ変わってきますよね。でなんですが、非常にこれ覚えづらいと思います。皆さん今ね、こういう風にレッスンしてる中でも、ちょっと覚えづらいなと思う方多いと思います。そういう方に少し覚えやすくするためのコツがあるんですけれども、それは何かと言いますと、どういうインターバルで並んでるのかっていうのをイメージできるようにするっていうことですね。それはどういう意味かと言いますと、メロディックマイナーのこの4度の、4度のインターバルっていうのはどういう4度の組み合わせでそれぞれが飛んでるのかと。4度って言われてもね、同じ形じゃないですよね。今弾いてみてもね、いろんな形になっちゃってたと思います。はい、同じ4度でもいろんな4度で飛んでるんですよね。じゃあそれを確認するためにメロディックマイナーをちょっと横に弾いてみます。C のメロディックマイナーですから2弦の1フレットからメロディックマイナー弾きますと、2弦だけで弾くとこうなります。これがメロディックマイナー。はい、これがメロディックマイナーです。はい、じゃあメロディックマイナーの4度っていうのはどういうふうに並んでるかと言いますと、 C のメロディックマイナーを4度重ねていきますと、この音はこの音です。はい、ドはファに、レはソに、大丈夫ですね。次ここ、はい、この音程、最初の2つは完全4度って言います。完全スタート、ルートからスタートすると完全4度でスタートして、完全完全で、次が、はい、これが特徴的なんですけれども、メロディックマイナーでこれがよく出現するんですが、このインターバル、はい、完全4度じゃなくて増4度です。増4度、オーギュメントフォースって言うんですけど、増4度、このなんか、少し1個、この1弦と2弦で言うとフレットが1個飛ぶ、1個離れるってことですね。これがオーギュメントフォース。完全4度、完全4度、オーギュメントフォース。はい、次は、はい、これも次もオーギュメントフォースです。はい、これが特徴的です。非常にメロディックマイナー系のスケールはこのオーギュメントフォースが2つ並んでる、これがここが並んでる箇所があるんだなっていうのをイメージちゃんとできるっていうのだけでもですね、かなりこれから今後違ってきますので、今少しちょっと頭の片隅入れといてください。オーギュメントフォースが2つ、はい、でオーギュメントフォース2つ並ぶとまた完全があります。完全4度、完全4度、はい、で最後、はい、ここ2弦の12フレットの4度上は C のメロディックマイナーでいうと1弦の11です。この形、
これは完全4度より1弦が下がってますので、これは完全4度が下がってる、1個下がってるのは弦4度、ディミニッシュフォースです。この形、この形でも出てきてしまいます。だから形が3つ出てきちゃうんですね、メロディックマイナーの4度重ねっていうのは。これがですね、メジャースケールの4度重ねの時と違ったんですね。メジャースケールの4度重ねっていうのはディミニッシュ、オーギュメントフォースが1回だけあって、あと全部完全4度だったんですよ。すごく簡単だったんです、メジャースケールは。メロディックマイナーっていうのは非常に複雑になってしまってます。だから今日のレッスンも最初に難しいって言ったんですけども、正直これはなかなか難しい、なかなかかなり練習しないとね、なかなか身についていかないものだと思うので、皆さんゆっくり練習していただきたいんですが、完全完全オーギュメントオーギュメント完全完全ディミニッシュ完全っていうこう並んでます。これがメロディックマイナー、はい。完全完全完全が2つ並んで、次がオーギュメントオーギュメント2つ並んで、まだ完全完全が2つ並んで、でディミニッシュがあって、でまたルートのところに行くと。だからディミニッシュの場所見つけたら、次完全だな完全だなみたいな、オーギュメント2つ並んだら、まあまあしばらくオーギュメントないなみたいな、まあなんかそういうなんか少しずつイメージを膨らませてってもらいたいんですけども、もう一回戻りますけど最初の形にね。そうすると最初のほら完全からスタートしますね、完全からスタートして、僕も意識してます、そこ完全完全オーギュメントで、オーギュメント来たら次もオーギュメントでしたよね。オーギュメントオーギュメントっていうイメージ、オーギュメントの次完全じゃないですよ。オーギュメント1回目出たら次も2回目もオーギュメントでしょ。次も完全完全オーギュメントオーギュメントオーギュメント2つ引いたら次どうでしたっけ。次完全2つですよね。完全完全なんですよ。完全4度、完全完全ってね、なんか変な感じですけど、完全4度完全4度オーギュメントオーギュメント完全4度完全4度、はい。でそろそろ出てくるのがディミニッシュです。はい、この3弦の4と2弦の4、これディミニッシュです。これが1箇所だけ出てきます、この音程が。ディミニッシュフォース1回だけ出てきますね、メロディック前でね。はい、で完全完全で、オーギュメントオーギュメント、ここね、僕はファイブリッドとかピッキングでよくやります、この形。特徴的に並んでるんですよね、2弦と3弦で、この完全2つで次オーギュメント2つみたいな、これがメロディックマイナーで、なんか面白いですよね、ダークな感じというか。これが今メロディックマイナー弾いてますけども、こういうインターバルの飛ばし方がイメージできるようになってくると、例えばこの C メロディックマイナーっていうのは、前のねレッスンでもやりましたけども、 C メロディックマイナーっていうのは半音下のオルタードと一緒です。 B7 でさっきのメロディックマイナーが使える C のね、